こんにちは、レタドールマイピーです、今日はですね、ここに来てます。見えました。岐阜県にあるエナのスケート場なんですけど、今日はちょっとここでスパイクの正しい履き方っていうことでスケート靴を交えてやりたいなと思ってます。前回ちょっと見えづらいということで、ちょっと近めでちょっと今回やりたいと思うんですけど、まず正しいスパイクの履き方のコツとしてですね、履くときは普通に平面の状態で履いてもらって構わないんですけど、しっかりとこういう風にですね、かかとを立てた状態で、かかとを立てた状態で、紐を先端の方からこう縛っていくっていうことですね。それがまず、大切なことです。で、僕も野球用のスパイクってハイカットのシューズを履いてるんですけど、そこで気をつけてもらいたいのが、下から上までギュッとこう締め付けた方がいいって、思いがちなんですけど、あまり締め付けちゃうと、逆に窮屈になってしまうんで、できれば、この辺ですね、ちょうどかかと、上に上がっていくぐらいのかかとのとこぐらいで、締め付けるのを、ギュッと締めてもらって、そこから上はだいたい7割8割程度ぐらいのちょっと、遊びがあるぐらいの感じで縛ってあげると、いいかなと、思います。そこら辺はですね、自分が履いた時の感覚とか感じ方っていうのがどうしても、人それぞれあると思うんで、ポイントとしてはかかとを、立てた状態でですね、こういう風につま先を上に上げてかかとを立てた状態で、そのかかとを靴の底面、底面というかここですね、かかと部分を床面につけて立てた状態で縛っていくっていうことが、大事なことですね。特にみんながみんなハイカット履いてるわけじゃないと思うんで、普通のこういうタイプの靴とかもあると思いますんで、その場合はですね、一番上までしっかりとこう締めてもらうということですね。で、かかとを立てて紐を、しっかりと上側の方からしっかりと締めていくっていうことが、大事ですね。それをすることによって、足元がしっかりフィットするということにつながっていきます。でですね、もう一つポイントとして、靴のこの紐の通し方って人それぞれ結構あると思うんですけど、まあ、これが今上からこういう風に入れてますけど、これが下から回したりとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、この辺の紐の通し方もですね、生地の方にメリットデメリット僕目線で、書かせてもらってますんで、あとはやっぱりその自分がその履いてみた時、履いてみて結んで絞ってみた時にどっちの方が自分がそのまあ、いいのかなっていうことを、まあ、練習中だったり試合中ぜひね、一度ずつ試してもらいたいなと、思います。で、そうやって自分の感覚がどっちの方が合うのかっていうのを考えていかないと、結局はそのあくまでも、僕がおすすめするこういった基本的な、靴がずれにくいやり方ですよっていうところの基本的な部分なんで、そこからの応用だったり自分に合ったやり方っていうのはやっぱり自分の感覚でしかないのかなと思いますので、まずしっかりとかかとを、立てるっていうことですね。かかとつま先を上向けて、その状態で先端から一つずつしっかりと、縛っていくっていうことが、大事に、なってきます。で、そうすることによってズレを、靴の微妙なズレ、動いた時のズレとかが、なくなってきますんで、まあ、途中ですね、僕もこういったことをやっていなかった時は試合中とかなんかでも途中でタイムかけたり紐をほどき直してたりしてたんですけど、かかとを中心に、フィットさせることによってですね、すごく足元も安定してきてですね、まあ、僕の場合ピッチャーなんで、そういった部分にも影響があまりなくなってきたということが言えるようになりました。靴の、履き方ですね、一つでプレースタイルがぐんと変わってきますんで、そこら辺を皆さんもですね、自分のプレーにつなげてもらって、安定した足元を、整えてもらえたらなと、思います。それでは、今日は、この スケートリンクのところで十何年ぶりに、スケートして楽しみたいなと、思います。それではまた会いましょう。ありがとうございました。